12日が最終回の小栗旬38、主演の TBS 日曜劇場、日本沈没、希望の人。放送開始前は、こんな時期に暗い話は見たくない、なんて声も目立ったが、蓋を開けてみれば、高視聴率をキープした。山田優と娘、CAP、モデルに辛辣な声多く。夫、小栗旬主演、日本沈没、にも、火の粉、日曜劇場の高視聴率はこのところずっとで、日曜夜9時はなんとなく日曜劇場を見てしまう、という視聴者を囲い込んで話さないのはさすがですね。次回作の、ドキュ、は、日本沈没、と違って放送が発表になった時点で、すごく楽しみ、絶対に見る、と好評で、いい数字を叩き出しそうです。これは主演の、阿部ちゃん、人気のおかげもあるでしょうね、テレビ誌ライター。阿部ちゃんとは、言わずもがなだが、俳優の阿部寛、57、のこと。次回の、ドキュ、は、水中の捜査に特化した架空の組織、ソキュ、ディープクライムユニット、を舞台にしたオリジナルドラマだ。水中事件や水難事故に特化した世界レベルの精鋭ダイバー捜査官たちの活躍を書き、阿部は、その隊長、新名正義を演じる、阿部さんは老若男女幅広い世代に愛される俳優さん。みんなが、阿部ちゃん、と親しみを込めて愛称で呼ぶことからもわかるように、嫌い、という人はほとんどいないんじゃないでしょうか。私は、綾瀬はるかさんが国民的女優なら、阿部さんは国民的俳優と言ってもいいんじゃないかと思っているぐらいなんですよ、と芸能ライターのエリザベス松本氏は、こう続ける。ドキュ、は、TBS がハリウッドの制作プロダクションと共同制作するとのことですから、スケールの大きなドラマになるはず。役者さんたちの演技だけではなく、映像面も期待できそうです。これまでも、下町ロケット、いや、ドラゴン桜、と、阿部さんと日曜劇場の相性は抜群ですし、ソキュ、も期待しかありません。阿部主演の日曜劇場、ドラゴン桜、が12月30日朝7時から夕方5時半に一挙再放送されることも発表されており、この再放送で、またさらに阿部人気も高まりそうである。一方で、ある在京キー局社員からはこんな声も、阿部さんは2023年放送の松本潤さん主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康に出演することが決まっています。2009年の天地人から6度目の大河ですが、実は阿部ちゃんにこそ、大河の主役を演じてほしい、という声が、ネット上はもちろん、業界内でも根強くあるんですよね。実力と好感度を考えれば、今までなかったのが不思議なぐらいで。ただ、大河では主演が、主人公の若い年齢から演じることが多いので、阿部さんでは年齢的な問題もあるのかもしれませんが、